はい、皆様どうも、シャカです。皆さんは歌や BGM を聴くときに何を使って聴いていますか？周りの世界をシャットダウンして音に集中したいときはこのヘッドホンやイヤホン。全身で音を体感、踊ってパリピしたいときはこのようにスピーカーですよね。細かい音を聞きたいときはヘッドホンかイヤホンですが、基本私はスピーカーで音を聞いています。そこで今回はスピーカーを軸に検証をしていこうと思います。スピーカーにも様々なタイプがあり、値段も数百数千円のものから数万数十万のものまでピンキリですよね。高級なものは部品や技術がハイエンドなものを使っているので音が良いはずですが、私は値段が高ければ絶対音がいいとは思っていません。人によって音の聞こえ方は様々、好みも違いますよね。高音が好きだったり低音が好きだったり、自分に合ったスピーカーを選ぶことが大切ですよね。というわけで、これからスピーカーをいろいろ購入していき、自分好みな相性の良い相棒を探していこうと思います。人によって音の感じ方は違うので、今回こちらの高級ハイレゾレコーダー、以前に動画で紹介したソニーの PCM-T10 で直撮りした音を流しますので、実際聞いてみて好きなスピーカーを見つけてみてください。そして今回購入したスピーカーはこちら、アクションカメラなどを中心に扱っている中国のブランド、エレジャイアントのスピーカーです。まず一発目はこちらの方を試していこうと思います。購入した理由としてはパッケージを見てなんかかっこよかったからですね。電源を入れるとライトが点灯して光るみたいです。ゲーミングキーボード、ゲーミングマウス、そして今度はゲーミングスピーカーですかね。というわけで早速開封。これは何でしょうね、このエレジャイアントのマーク。あと説明書ですね。はい、英語読めないんでパラパラっと飛ばします。おお、すごい。そして本体の方はデザイン的にはかっこいい感じですね。尖った感じ。スピーカーの丸いコーンの手前になんかファイナルファンタジーのクリスタルみたいな形した網状のものがついてますね。これ逆に音の邪魔にならないのかな。見た目とは裏腹に表面はプラスチックで安っぽい感じですね。あとこの後ろの QC マークは品質検査合格品という意味でなく、出荷検査合格品という意味みたいです。海外に出荷できる条件は満たしている製品ですというだけですね。電源はこちらでボリュームと兼用ですね。一番左がオフ、右に回してオン、さらに回してボリューム上昇。重さの方は左側が 265g、 右側が 296g。 スイッチやボリューム設定がある分右側の方が少し重いですね。ケーブルは電源を供給するためのタイプ A USB と 3.5mm ステレオミニプラグですね。電源の供給は USB をパソコンに挿すだけでもできるのですが、コンセントプラグから直接電源を供給した方がノイズが少なくなると書いてあったので、コンセントプラグの方に変換させてコンセントから電源を供給したいと思います。電源を入れたら早速ライトが点灯しましたね。これは LED なのかな。時間経過で色が変わっていきますね。本当にゲーミングスピーカーっぽい。パソコンで操作制御なんてのはできないですけどね。では早速音を取っていきましょう。さあ、セッティングの方は完了しました。音質をしっかり比較できるようにデジタル音源と直撮りアナログ音源を交互に流していきます。どれほど差が出るのかを確認してみてください。そしてサンプル曲の方は昔から BGM に定評のある日本ファルコムさんのゲーム BGM を使わせてもらおうと思います。見てわかる通り、公式に音楽フリー宣言をされている素晴らしい会社です。英雄伝説、イース、その他いろいろこれからも新作期待しております。今回の曲は2004年にパソコンから発売された英雄伝説6、空の奇跡ファーストチャプターの通常戦闘 BGM です。
ピアノのおしゃれな感じが聴いていくうちに癖になって抜け出せなくなってしまいます。ではスタート。というわけでどうでしたでしょうか。見た目はいいですけど音は全然ダメだ。高音は多少マシですが低音になると音がこもって割れてる感じがしますね。まあ今回は最初の1台目ということでこれを基準にいろいろなスピーカーを試していこうと思います。何か試してほしいスピーカーなどあったらコメントの方に書いてください。それではまた。